松坂佐藤さん、僕と付き合ってください。ごめんなさい、心に決めた人がいるので。振られてやんの。話ちげえじゃん。頼んだらやらせてくれるって言ったろ。사토는얼마전까지만해도자신의친구인히다쇼코와운명의상대를찾겠다며남자들을후리고다녔었는데자신은그상대를찾았다며쇼코의권유도남자들을멀리하기시작했습니다쇼코는더이상남자들과애인놀이를하지않겠다는사토의말이의심스럽기도했었지만올바른길로나가겠다는그녀를막을수는없었죠오가에리나사이마세고주진사마가우가우하이네코산데스요오가와이오이시쿠나레おいしくなれ。おめでとうございます。존나쓸모없는 TMI 이지만메이드카페가도저거안해줍니다그리고늦은밤까지알바를하고온사토는자신이가장사랑한사람과만날수있었는데ただいま그녀가사랑한사람은바로이제아홉살이된시오라는여자아이였었죠사토짱하지메리요이이ですよ시오짱やめる時も健やかなる時もこの子はどんなものよりも甘いかけらで止める時も貧しい時も私の心を満たしてくれる死が二人を分かつまで私はさとちゃんがきっとこのこと、キラキラしている感情が愛と呼ばれるものなのね여고생혼자자신보다어린아이를돌보기위해서는많은돈이필요했고때문에사토는여러개알바를할수밖에없었습니다그래서오늘은다른알바를늘리게되었는데사토의귀여움은그곳에있는남자들을홀리기시작했죠僕と付き合ってくれませんか返事はバイト終わってからでいいから。あ、いえ。ごめんなさい。私も心に決めた人がいるので。사토는미츠보시라는남자아이의고백을거절했고그소문은좁았던이배장안에순식간에퍼져나갔죠男の子みんな最近ギラギラしてるしね前まではみんな店長に釘付けだったのにね그리고그날퇴근길에사토는엄청난것을보게되죠早く帰ろう その翌日から三つ星くんはバイトに来なくなった。그리고시작된여자들의유치한기싸움。今日から残業お願いするわ。残業は基本ないって話じゃ。人手が足りないのよ。三つ星くんはあのまま連絡取れないし。というか、あなたのせいで来なくなったんでしょ？三つ星くん泣いてたわよ。あなたに笑い物にされたって。あ、ごめんなさい。わざとじゃないんです。トイレ掃除と休憩室もお願いね。그렇게여자들의질투섞인장난질은한동안이어졌지만사토는자신을항상기다려주는시오를위해열심히일을했는데요월급날점장년은넘지말아야할선을존나게넘어버립니다お給料働いた分と合いません。間違ってます。いいえ、合ってます。あなた。ちょっと可愛いからって調子に乗ってんじゃないのよ점장은사토가자신의왕국에서자신의입지를좁혀나가는것을마음에들지않아했고온갖더러운수단을사용해그녀를괴롭히려했는데점장이이것은모두자신의사랑이라는말에사토는더이상참지않게되죠どんな欲望でも全部飲み込んであげるからだって佐藤ちゃんそれが愛だからダメですよ店長未成年に手を出しちゃは私見たんです店長ここに三つ星くんを連れ込んでましたよねだから何言いがかりをつけるのはやめてちょうだい言いがかりじゃありませんよだってここに充満してる店長と三つ星くんがそういうことした匂い当たり前でしょあなたたちは私を愛する義務があるなのに三つ星くんはあなたを好きだと言ったのよだから私の愛を教え込んであげたのよそれはもう体にじっくりとね
사토는 점장의 논리를 근본부터 박살냈고 더 이상 그녀가 아무 말도 하지 못하도록 못을 박아주었죠. 미카엘리를 求めるのが 전제의 愛なんて そんなまずくて苦いもの 私は愛とは思えない。 大丈夫? 三つ星君 気をつけなよ。 女の人って独占欲が強いから。 그렇게 집으로 돌아온 사토는 자신의 사랑이 올바른 것이라며 시호가 들어가지 못하도록 잠긴 문을 몰래 열어보았죠. 私は 人を愛したことがなかった。 愛をささやかれたことなら何度もあった。 けど、どんな言葉をもらっても、何をしてもらっても、何も感じなかった。でも、今は違う。しおちゃんが私に愛を生ませてくれた。 사실 사토는 어릴 적에 자신의 부모를 여의고 유일한 친척이었던 고모에게 맡겨져 자라게 됐는데 고모는 항상 사랑이란 말을 입에 달고 살았습니다. 아이, 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 아이와 히토니요테 카타지가 지각테 가가야키가 지각테 다케도 다레시모가 테니 하이르 모노. 어렸던 사토는 고모의 말이 곧 법이었고 고모의 잘못된 사랑을 배우게 됐는데 고모의 사랑은 인간의 모든 욕망을 받아들인 것이었습니다. 그렇게 제대로 된 사랑을 받지 못한 채 자란 사토는 마음에 큰 구멍이 났고 진실된 사랑을 받고 싶었던 그녀는 여러 남자에게 몸을 맡기며 마음에 난 구멍을 채워보려고 했습니다. 하지만 그 누구도 그녀를 채워주지 못했죠. 그렇게 고등학생이 된 사토는 같은 맨션에 사는 한 남자와 만나게 되는데 ここが お兄さんの部屋 お兄さんありがとう おかげでさっぱりしたよ やっぱりシャツ大きいね ねえ、お礼するよ 何してほしい? え? 絵のモデル? 사토는 다른 남자들과는 다르게 자신의 몸이 목적이 아닌 남자와 만났고 그와 점점 친해져 갔는데요. 어느 날이었습니다. 고멘나사이. ここしかないと思って. 네, 오니산. 入っていい? 아리가토. 그 남자 또한 정상이 아니었죠. 남자는 자신에게서 사토를 빼앗아가려는 그 아이를 해하려 했지만 그것을 본 사토에게 역으로 당해버립니다. 오니이산의おかげで分かったかもしれない 私初めてなの 誰かのためにここまでしたの 満たされることなんかないと思ってた でもやっと見つけた 私分かったの この感情の名前を何て言うか。 그렇게 사토는 고모의 집인 305호실에서 벗어나 자신이 죽인 남자의 집인 1208호실에서 시호와 함께 살게 된 것이었죠. 하지만 같이 살게 된 시호도 무언가 조금 이상했었죠. 집 밖으로 절대로 나가려 하지 않는다던가 가족과 관련된 기억만 떠올리지 못한다던가 사토와 마찬가지로 누군가에게 병적으로 사랑을 받길 원한다는 점은 서로를 이끌었지만 그러한 부분도 정상이라고 할 순 없었죠. 그리고 시호가 그러는 이유도 사토와 마찬가지로 가정환경에 있었습니다. 시호는 폭력적인 아버지가 있는 가정에서 살고 있었는데 자신과 어머니를 지키기 위해 오빠가 언제나 희생했고 어느 날은 오빠가 큰 결심을 했었습니다. 오빠가 아버지의 폭력을 견디는 동안 어머니는 시호를 데리고 어디론가 도망칠 수 있었지만 지금껏 폭력에 시달린 어머니 또한 배운 것은 폭력뿐이었죠. 何で私の言う通りにしないの?私は何もしてないのに勝手なことばかり。もうあんたは何もしちゃダメ!何もしなきゃ!何も怒らないよ!そんなのダメだよ!母さん、どこに行くの?
母さん。お母さん。さよなら、しお。어려진시오는사토와만났고서로가비어있다는것을알게된그녀들은설탕과소금처럼서로가필요한존재라는것을느끼게되죠하지만행복했었던그들의생활은조금씩어긋나기시작했죠松坂さん、ちょっといいですか？松坂さん、昨夜学校のことで家に電話したんですが、誰も出ませんでした。何か困ったことがあったら言ってください。君は、なんというか、他の子たちより不安定というか、心配です。私は大人ですから、きっと力になれますよ。이거살짝개새끼냄새가나는그리고그날밤사토는여느때처럼알바를끝마치고돌아가고있었는데낮에자신에게다가온선생이미행하고있다는것을눈치챕니다気づいてたんですか君の方が一枚上手だったわけですか先生なのに生徒のことストーカーしていいんですかそうですねいけないことですねだからいいんじゃないですか危ない綱あたりそういうギリギリって素敵なことだと思います君のことは入学式からずっと見てました私好みな子だなとずっとずっとずっとその柔らかそうな髪はどんなに甘い香りがするのでしょうきめ細やかな肌を全身で可愛がって私の色に染めてあげたい周知に満ちて体を開く君の姿を想像するだけでたまらない선생도역시사토의몸을목적으로다가온것이었는데사토는평소에다니고있던경보기로어떻게든이위기를빠져나올수있었습니다苦い그리고다음날사토는자신을귀찮게한대가를받기위해아침부터선생을찾아갔습니다선생おはようございます아라学校の生徒さん？はい、松坂佐藤と言います。実は授業のことで、どうしても聞きたいことがありまして、朝早くに申し訳ないと思ったんですが、いても立ってもいられなくなって。まあまあ、それは熱心な生徒さんなのね。これからもよろしくお願いし、はい、よろしくお願いします。はい。松坂さん、歩きながら話しましょう。先生、あんなに可愛い奥さんとお子さんがいらっしゃるんですね。선생은자신의고모와비슷한말들을내뱉었고이에화가난사토는이번에도역시놈의사랑을근본부터박살내주었죠先生は女の人に一方的に快楽を求めているだけでバレたら破滅のスリルが気持ちいいだけじゃないですかそんなにスリルが欲しいなら私が好きなだけ追い込んであげましょうか奥さんにバラして家庭崩壊がいいですか職場に連絡して懲戒免職がいいですかっていうか生徒に手を出すの私が初めてじゃないですよねやばい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 わかりました先生それは愛じゃない先生がド M の変態だってだけなんですよやばいなんでこんなに気持ちいいんだ私はようやく見つけたんですたった一つの愛を自分に酔っているだけのあなたと一緒にしないでください大人の先生に一つ相談したいんですけど実は処分に困ってるゴミがあるんです사토는얼마전자신이해치운1208호실에살던남자의시체를그에게맡겼는데このゴミを誰にも知られずに処分してください中身は知らない方がいいと思います선생은만진감촉과조금씩새어나온냄새로그것이시체임을확신했지만사토에게더이상거스를수없었죠그리고며칠뒤전에일하던곳에서자신에게고백을했었던미츠보시가자신과같은곳을알바처로옮겼는데요그는이전점장의후유증이아직남아있나봅니다미츠보시君わかんないことがあったら聞いて私が何でも教えてあげるから僕あれから年上の女の人がダメになっちゃって触られるだけですぐ吐き気が그래도자신에게도소중한사람이생겼다며다시딛고일어날수있었다는데그대상이다름아닌시오였었죠
한편 시오를 찾고 있던 그의 오빠 아사히는 시오를 찾는 전단지를 뿌리던 도중 양아치들에게 잘못 걸려 털리고 있었는데요. 난다 테네. 고멘. 테오 카스테 크레르. 사토는 그가 누구인지 아직은 몰랐지만 금세 그가 어떤 존재인지 알게 되죠. 치카이노 코토바. 야메루 토키모 스코야카나루 토키모 요로코비 노 토키모 悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、死が二人を分かつまで、俺は…やめて。だって、待って、それは…潮のことが…その言葉사토는직감적으로그가시오를찾고있는가족이라는것을알게되었고그를해치려했지만타이밍이좋지않았습니다이마店長に連絡ついたから大丈夫。気にしないで。大丈夫？まだ動かない方がいいよ。骨折とかはしてないみたいだけど。とにかく今、店長が来てくれるから。帰る。한편、평소보다늦는사토의귀가에시오는또다시버려질것이라는불안감을느꼈고、그동안절대로열어보지않았던현관문을열게됩니다。그리고집으로돌아온사토는시오가집밖으로나갔다는사실을뒤늦게알게되죠시오짱히토가이빠이고와이아치노호가라이게바그렇게한참을내다닌시오는누군가의손에붙잡히게되는데그것은다름아닌미치보시였죠まさかこんなところにいたなんて あったかいじゃあ本物なんだかわいい小さな唇純粋で汚れを知らない大きな瞳ああかわいい、かわいい。あの、お願いがあるんだ。どうか僕に、痛いの痛いの飛んでいけってしてください。泣いてるの？僕ね、汚れているんだ。だけどね、君に触られてると、その汚れが浄化されていくみたいで。그렇게미치보신사토를찾아주겠다는거짓말로시오를속여시오를자신의집으로데려가려했는데요아까전에자신이두들겨팬양아치들이다시나타났죠こいつうるせえなちょっとトイレ連れてく誰かに見られても厄介だしそうすかしお미치보신은떡이되어근처에퍼져있었고시오의비명을듣고사토가이곳에찾아올수있었는데お兄さん。ねえ、暇なら私と遊ばない？お兄さん、お金より大切なものある？このクソマン！그리고희미하게나마정신을차린미츠보시가그것을보게되었죠다음날양아치들에게처맞아크게다친미츠보시는집에서쉬고있었고쇼코가그의병문안으로오게되는데大丈夫母さん僕の部屋で話をするから자신의친구를의심한말을듣게되었죠松坂さんって家族いるの実家暮らしおばさんと二人暮らしって聞いてるけど本当本当におばさんと二人暮らし僕見たんだよ松坂さんがこの子を連れて行くところ松坂さんこの子誘拐したんじゃない
쇼코는 정신나간 소리를 하는 알바 동료보다는 자신의 친구인 사토를 믿기로 했지만 무엇 하나 확실한 것이 없는 사토의 모습에 불안을 느끼기 시작했죠. っていうか私実はあんまり佐藤のこと知らないのかも。 この子知ってるんですか？ ねえ、この子どうしたの？ ずっと探してるみたいだけど。 あなたの何なの？ 家族？ 쇼코는 아사히에게 원했던 대답은 들을 수 없었지만 어린 나이임에도 고생을 하는 그를 도와주고 싶어 했었고 커져만 가는 의욕을 해소하기 위해 이번에 사토에게 직접 물어보려 합니다. 네, 사토. 私ずっと気になってたんだけど。 사토, 안타. 彼氏なんていないんじゃない？ 私、 あんたが心配なのよ。 사토! 変なことに巻き込まれてるんじゃないかって。 私、 あんたのこと親友だと思ってる。 何があっても受け入れるし、 協力だってできる限りするよ。だから話してほしい。ちゃんと本当のこと話してほしい。 그리고 사토는 모든 사실을 알려주겠다는데 とりあえずうちに来てくれる? その方が話しやすいと思うから。 그렇게 사토는 쇼코를 데리고 고모가 살고 있는 350실로 향했습니다. 그런데 문 앞에는 경찰이 있었죠. 아레? 実はこの部屋から異臭がするとの通報がありました。 チャイムを押しても誰も出てこないので、中を見せていただいても構わないでしょうか。 사실 경찰을 부른 것은 선생이었는데요. 선생은 얼마 전 자신이 처리했던 시체의 증거가 아직 방 안에 남아 있을 것이라 생각했고 사토의 당황하는 모습이 보고 싶었기에 일을 저지른 것이었죠. ちょっと今は都合悪いんですけど。 通報があった以上、我々も確認せねばなりません。 ご協力いただけませんか？ わかりました。まさか、まさか、まさか、そんな表情をするなんて、ちょっと本気ですか？ 그리고 사토의 신호에 서서히 문이 열리는데 あなたは? 私ですか？ 私はこの子の佐藤のおばですが。通報がありまして、中を見せていただきたいのですが。どうぞ。失礼します。何？なんかここ暗い。まだ夜じゃないのに。どうぞ。はい。 사토가 시체를 처리한 것은 1208호였기 때문에 305호인 이곳에는 아무런 증거도 남아있지 않았고 아무런 인상을 느끼지 못한 경찰은 곧바로 돌아가려 하는데 오마리산테 혼토니 다헨난다 나테. 네, 오마리산. 난니치 시테 나인데스카? 카와이소니. 코세쿠! 이요. 타타이테. 와타시오 타타이테 스키리 시차오. 私の頬を思いっきり叩いて、お腹を殴って怒鳴りつけて、それから衣服を無理やり脱がせて、別に恥ずかしがることじゃないんだよ。だってそれがあなたの本性で、一番大切な心の部分なんだから。そんなあなたも愛してあげるから。 그 장면을 지켜본 쇼코는 사토의 가정에 큰 괴리감을 느꼈고 이런 환경에서 자란 자신을 받아줄 수 있냐는 사토의 말에 말문이 막혀버렸죠. 전부 잊어버려. 아시타카라와 마타 이즈모도오리노 바이토 나카마데요. 그리고 자신을 귀찮게 만든 선생을 다시 한 번 더 확실하게 조교했고 오늘도 아무 일도 없었다는 듯이 자신의 사랑을 채우기 위해 시오가 기다리는 1208호실로 향합니다. 아타시네. 토모다치오 키즈츠케쳤다노. 소노고노코토가 本当に大事だった。絆を何より大事にしたかった。 쇼코는 아사히에게 자신에게 있었던 일들을 털어놓았고 아사히는 자포자기한 쇼코를 위로해주며 다시 한번 더 쇼코가 사토와 친구가 될 수 있도록 격려해 주었습니다. 이코. 요시 요시. 그렇게 쇼코는 다시 일어날 수 있었고 자신을 격려해 준 그에게 사랑이라는 감정을 느끼게 되죠.
한편 시오를 찾아 헤매는 미치보시의 앞에 사토가 나타났는데 사토는 시오를 만나게 해줄 테니 자신을 도와달라고 합니다. 하지만 그는 사토에게 위험한 냄새를 맡았고 그녀의 제안을 거부하려고 하는데 脱ぎたての靴下誰のかわかる? 아, 밀크의 匂いが する. 팬티였으면 이 새끼 뒤졌겠는데. 병신. 그렇게 사토는 미치보시에게 시오의 오빠가 시오를 찾고 있으니 놈을 어떻게든 하자고 이야기하는데 방법은 간단했습니다. 미치보시가 아사히를 만나 연말에서 시오를 본 적이 있다고 말만 전해주면 되는 것이었습니다. 一応言うことは全部言ったよ. 信じてくれたかどうかは ちょっとわからない. 多分警戒されたと思う. 그리고 다음 날. やっぱり 始発で行くと思った. 사토는 자신들의 사랑을 방해하는 모든 것을 배제했다는 기쁨에 오늘은 시오와 작은 파티를 열기로 했고 먹을 것을 사서 집으로 향하고 있었는데요. 다다이마! 사토와 다시 친구가 되기 위해 그녀의 멘션을 찾아온 쇼코가 3층에 아닌 12층에서 내린 사토를 발견하고 따라왔죠. 그리고 미치보시 말대로 정말로 그녀가 시오를 데리고 있는 것을 보게 됩니다. 그리고 사토는 자신의 평화를 지키기 위해 한때는 친구였던 그녀를 망설임 없이 죽였죠. 사토짱? 사토는 시오에게 지금까지 자신이 저지른 모든 일들을 털어놓았고 시오는 그런 그녀를 용서했습니다. 그리고 둘이서 같이 도망치기로 결심했죠. 전화에 대는 것이 가능합니다. P라는 발신음 후에 お名前とご用件をどうぞ。 그리고 다음 날 아침. これはどういう? 미치보시는 보기 좋게 아사히의 함정에 걸렸습니다. 知ってたのか? 知ってて俺にシオの情報を話したのか? その人の名前は松坂佐藤。 シオちゃんを保護してるっていうか閉じ込めてるっていうかバイト先で松坂佐藤の住所を探れ。 え? 協力はしないんじゃ? これは協力じゃない命令だ。分かった分かったから。 그리고 그 시각 사토는 3층에 사는 고모에게 향했는데요. どうしたの? 사토는 고모에게 자신이 이렇게 된 것은 고모의 잘못된 사랑 때문이니 사람을 죽인 증거를 없애고 도망치는 것을 도와달라고 합니다. 私はあなたに協力するわ。この愛に誓って。 그리고 미치보신 알바처에서 사토의 주소를 알 수 있었는데요. 거기에 적혀 있는 것은 고모의 집이었습니다. 그리고 문득 드는 얄팍한 생각이 자신을 망쳤죠. これは協力じゃない。命令だ。そうだよ。僕は君に命令されるいわれはないんだよね。 미치보신은 자기 혼자 시오를 독차지하겠다는 마음으로 350로 향했는데 시오짱, どこ? 그곳에서 기다리는 것은 사랑에 굶주린 야수였었죠. 아라, 아나타모 아이니 우에테 이르노? 꼭. 그리고 그날 밤. 시오짱, 응, 하지메요까. 치카이노 코토바. 야메르 토키모. 健やかなる時も喜びの時も悲しみの時も止める時も貧しい時も死が二人を分かつまでしおちゃんとずっとつながっていられますように。さとちゃんとずっと一緒にいられますように。これが愛の証。私はしおちゃんを愛していることを誓います。
やらなければいけない。しおちゃんと私の光り輝く未来のために。사토는쇼코를자신으로변장시켰고시와멀리떠나기위해집을나섰습니다한편고모의장난감이된미치보시가아사이의연락을받게되는데俺だいつまで待たせるつもりだ。おい僕また気がされた。はぁ汚れちゃったんだよ。お前今どこにいるんだ。松坂さんのマンションだよ。ディアホメーズ305号室に。確かか。そうだよ。305号室。忘れ物しちゃった。指輪、うん、こんな大切なものを。ごめんなさい、しおちゃん。いいよ、取りに戻ろ。佐藤ちゃんたち、もう町を出た頃かしらね。さてと。よいしょ、よいしょ。さよなら、小鳥ちゃん。그렇게고모가증거를인멸시키고있었던그시각모든것이맞물렸죠やっと見つけた。迎えに来た。사토는계속해서2층으로도망쳤고아사이는그녀들을쫓아12층에도착하게되는데그녀들이살았던집을도저히그냥지나칠수없었습니다그리고그곳에서자신을사랑했던소녀쇼코의시체를찾게되며더욱더사토에게분노하였죠그리고시온은엄마가자신을버린이유를듣게되었죠母さんはあの日お前を叩いてしまったことで気づいたんだ。自分があの恐ろしい男と同じようになっていると。だからお前から離れようと思った。お前を傷つける悪魔のような存在になってしまうのが怖かったから。お兄ちゃん、しおちゃん。しお、母さんに伝えて。私を不幸から解き放ってくれてありがとうって。だから私は私のために生きる。그녀들은옥상으로향했고서로가가장행복한이순간에모든것을끝내기로하였죠だから一緒に死のう、さとちゃん。しおちゃん。그렇게끝을향해몸을던지는두사람사토는지금껏시와함께하며행복했었던추억들을떠올렸고그녀가더행복해질수있는방법을지금이순간깨닫게됩니다시오짱生まれ変わっても私のこと好きでいてね。初めての気持ちにあなたの名前をつけよう。사토는온몸으로시오를받아주었고자신의사랑을마지막까지시오에게전하며애니는끝이납니다一緒だよ、さとちゃん。これが私のハッピーシュガーライフ。지금까지해피슈가라이프였습니다시청해주셔서감사합니다